ちは、じゅんもです。ゲームチェンジャーオーディオ社のプラズマコイルについて説明します。基本原理は、プラズマペダルと同じ。ギターの微弱な 0.0 何ボルトという電流を、3500ボルトまで上げて、キセノン管の中で、プラズマ放電にして、自然な倍音を作り出すと。でそれは美しい音で、クローズなボイシングの和音でもきれいに聞こえる。だけれども単弦で弾いても非常に太い音が出る。その部分の基本構造は全く同じなんですけれども、プラズマペダルにはなかった付加機能がついている。それは6段階にプリセットされた非常にユニークな音というものが出せる。そのためにスイッチが一つ増えている。それを今から聞かせましょう。まず一つ目の段階、これは、さらに昇圧させて、歪みと音量をアップさせるというもの。二つ目、これは、半分の周波数、オクターブ下の音を付加させるというもの。3つ目、さらに半分、4分の1になる2オクターブ下の音をそこに付加させる。4つ目、オクターブ上、倍の周波数をそこに付加させる。5つ目、オクターブ上とオクターブ下をそこに付加させる。6つ目、オクターブ上と2オクターブ下の周波数をそこに付加させる。このスイッチの操作というものは、踏んだ時だけ、あるいは踏んだら変化するの2種類が選べる。今は踏んだ時だけこれがかかるというふうになっている。だからリズミカルに操作することができる。ちょっとやってみます。このスイッチの機能を切り替えます。これによって踏んだ時だけではなくて、踏んだらその音に切り替わっている、もう一度踏むと元に戻るというふうになります。これによって自分のフレーズとか、あるいはリズムに合わせて、プラズマコイルの非常に幅広い変化を聞かせることができる。僕のお気に入りのエフェクターの一つです。